はい、エルシール。今考えると、あの下ってこっから見えてたんだな。まあいいや、エルシールのアイテム回収にレッツゴー。で、ここが結晶とかがいた場所だな。で、ここに隠し扉があるんですね。これ、わからんだろう。左に注意。いた。ありがとう。教えてくれてありがとう。で、ここあれだな、一番初めのショートカットボール、あれ敵だよな、敵？敵だな。ボズクズ様じゃん。指つきちゃう。なに？君倒しに行こう。うっ、ラグスター。あ、生きてる。なかなか丈夫だな。ドーリスの虫歯み。ショートカットではないのか。このアイテムが取れるだけか。まあ、アイテム回収 OK。 いるかな、アンリー。いた。はい、アンリの NPC イベント、お久しぶりですと。オレイスとは出会えませんでした。日の亡き、はい、王の探検作者としてと。一人でも向かうべき使命があります。あなたは強い、そうあろうと思っています。静かな意志。一応ここで NPC のイベント分岐らしい。まあもうね、ボス倒しちゃってるからイベント進められないんだけど、必要なのはアンリ死亡ルートとエルドリッチ戦共闘ルートってあるけど、もうエルドリッチ倒しちゃってる時点で無理だよねっていう。なんで多分アンリ死亡ルートに進むのかな。祭祀所に戻ってるらしいね、ユリアが。一回祭祀所に戻らないとダメなのかな。コルニクスだよな。呪術書を渡す。素晴らしい。おいてなお不思議悪くないというものじゃ。ザラマン忍びが知り得た。はあ、この辺カーサスだから違うか。これか、混沌あたりか。混沌の火の玉、なかなかぼったくる金額じゃないか。 What is a teacher? 多分ユリア来てないよな、俺。 Oh, please, the little creature. まあ NPC 関係のイベントもあるから、もうちょっとねレベル1上げて、威力10にして、あの魔法の人も呼んでこよう。よし。レベル1いくらだ ?4 万近いと思うんだよな、今。レベルアップ。威力1上げちゃうか。4万4000。だいぶ遠いな。使ってみよう。2個、2万。じゃあこれ1万か。4万4000。
まあ余ったら余ったでどうせ買い物するだけなんだけど、これぐらいかな。5000、うん、威力上げて呼んでこよう。威力上げます。じゃあちょっと呼びに行って。魔法教えて。 Well, well. Very indeed, I am a sword. However, what champion demands service without recompense? 英雄気取りで無償の報酬を要求する。そんな男ではないだろう。お前は俺に知識を届ける。スクロールを持ってきてくれるか。約束できる。Well. You're no fool. I am Orbeck. バンハイムのオーベックさん。魔術を教えよう。Together. やったぜ。おお、戻ったんだな。魔術を教えよう。竜の二層について。そんな嫌な顔するなよ。忘れないでくれよ。教える代わりに知識を届ける。スクロールを持ってきてくれ。でこれスクロール渡さなかったらこいつ消えちゃうらしいから、まあ渡そうねって。結構教えてくれるな、しょっぱなから。へえ、こんなにいっぱいあるんだ。よし、じゃあ一個ずつ。コロ。まだ知らぬ魔術があったとは。俺があそこでどれだけ時を費やして持っているの。お前のすぐ隣にいたからな、このおっさん。So you may put these new sorceries to use. 増えた？どれが増えたか分かりにくいんだよな。ニューとか書いてくれよ、ニューとか。まあこんなん増えましたみたいな。で次、ローガン。すごいものを見つけたな。あのビッグハット、ローガンのスクロールだ。あ、ローガンさんはあれか。アイアンゴーレムのとこに捕まってたやつだよな。はい、何増えた？もう何増えたか、もうめんどくせえ。とりあえず増えた。はい、次。決勝。信じられん。シースのやつだよね。決勝魔術。白い竜の力だ。感謝する。これは神秘だ。全力で解読してみせるぜ。で、結晶、結晶系だよ。これは分かりやすくていいよね。この辺が結晶の塊。追尾するソウルがやばすぎんだよな、結晶やり。で、黄金のスクロール。おお、これは珍しい。古い黄金の魔術、ウラシール。竜の学院にもあるまいよ。They would simply slaver over this fight. すごい増えた。修理、見えない武器、見えない。見えない自由が欲しくて。照らす光だ。明るいっていいよね。それのために15はしんどいっす。俺10しかないからな。現状使えるのこの辺だけ。隠密とか魔力の盾、魔力の武器、この辺10で使えるんだな。8で使えるよ。そう、ほぼ使えんな10だと。ほら、いろいろ持ってきてやったぜ。 Again, let us begin with Again, let us Come again. まあね、ユリアさんやっぱ来てないからしょうがないか。戻るか。ちょうど3000あるし、これ買っとこう。Come again. バイバイ、フロムアゲイン。冷たい谷のいるシール。さあ、取り忘れのアイテムチェックしながら進んでいくかな。さあ、ここだ。いけるかな。メイスの方がいい気がする。これあんま拾わなかった気がする。というわけで武器をメイスにチェンジ。一応ね、これ、うわ、死んでる死んでる。バツを押すと飛び降りれるからね。それでうまいことこの辺に1匹呼んで、この辺の高さからこうやって落下地面を取りまくったらいけるんじゃないかなっていう気もする。あー、いや、そうだ、ないんだった。いやいやいや、こうやって
当たってない。当たったな。で呼んで、来た来た来た、おお来た来た、こわ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 、いちいちこわ、もうちょっと上がった、こわこわこわ、足怖いっすよ。ちょっと高さ的にはこの辺で大丈夫。怖え怖え怖え、いちいち怖え。でバツバツで飛び降りて、ある位置はっ、落下地面飲もう。よし、一応終盤まで行ってるから守備力だいぶ高くなってる、耐えれる耐えれる。間に合った。ふう、よし倒した。12000、強いってこいつ。よし、あと1匹。まあ同時に2匹じゃないけどな。ほら、ちょっと意味がわからないですね。ちょっと意味わからないですけどね。ロックオンできずに背中噛まれたよ。縦構えてくる。早めにロックオンしとこう。ゼロ距離当たった。もうこうなった時点でわけわからん。飲んだ瞬間に突っ込んできそうだよ。大丈夫、全然大丈夫。なんだよこの当たりは。今の食べるやん。ここだ、あー当たり判定。間に合え、前前に、よし前に、あ、なんか致命状態になった。そこ逆に食べられそうだね、その腹。致命状態、そういうのもあるのか。寵愛の指輪効果はなーに。超ワイの、あ、最大ヒットポイント、スタミナ最大重量増やすの、彼外すと壊れる、壊れない、こんなん絶対装備すんじゃん。どれぐらい増えるのか、はい、体力これね、こんなん絶対装備するに決まっとるやん。超愛、超愛、あ、ちょっとしか増えないな。装備重量はどれぐらい増えたんだ。重量重量、表示切り替えあった。5% アップぐらいかな。でも結構でかいよね、全部増えるんだ。スタミナも増えるし、これとハベルの指輪装備したら、ほら、だいぶ重量に余裕ができるんでね。ガガリビをどもす。ブン。で、こいつに話しかけると制約だよね。捧げる。持ってる？あ、持ってんだ。一個捧げてみよう。
今回の制約は10個と30個らしいからね。これも現在何個捧げたかってなどっかで分かんのかな。ステータスあるかな。制約レベル、表示切り替え、うん、分からん。制約今何も装備してね。結構増えたな。太陽の戦士、青鏡、青の守護者、ロザリアの指です。これ神ぐらいの守り手かな。ここ、うんーと自動で召喚されちゃう。よし、まあいいや。はい、ここ OK。さあ、あのロンだ。あのロンもね、アイテムの取り忘れっていうか、これ見えてたからな。あっちの別の塔にアイテム光ってるのが見えてた。どこだったかな。あら、これだこれだ。ここここ。どうやって行くんだろうって放置してたけど、あ、当然のごとくかがり火も見えてるし行けるわけだ。上げた状態だと、おお、あれあれ、歩けるらしいっていうね。怖っ。こんなん分かんねえだろう。怖すぎるわ。どれぐらい道あるのかよく分からないんだよな。マジ怖いんですけど。よし、ここもいけるね。あー怖っ。よし、まあ座らなくてもいいか。でちょっと探そう。飛び降りるしかないか。ルートミスったら死ぬ。あるある。とりあえずこっち、まあすぐ上だからね。ミスったら戻りゃいいんだよ。今は焚き木の大状態でもないし、死んだらやり直しゃいいやっていう、そういうレベル。怖っ。いただきます。絵の中に入るってね、当時マリオを思い出した。マリオ64じゃんこれって。ヘッピゴーと。おお、絵画使者の装備一式。飛び降りて OK だな。この飛び降り方もな。あーってね、高すぎて死んじゃう。死んじゃいまひゅー。どっから飛び降りよう。ここ大丈夫か。怪しいな。ミスったらまた精神使いながら、あーあー。まあここまでは OK。 じゃあこっちかい。どこに降りればいいのかね。あ、そうか、こっからここに降りればよかったんだ。
やってで、行こうだな。よし、行けた行けた。なんでわざわざあんな無理そうな方から飛び降りたんだよ。やったぜ。上とはね。あれ、またかがり火が。ん？これは何？あ、あのロンドヨルシカ教会って、この、あ、ここか。ここに繋がってたのか。ああ、なるほど。あのロンから回して戻った方がいいか。ここに、あ、ここだ、ここ。制約ここだった。普通にスルーしちゃったわ。ちょっとあなた存在感白いよ。Name thyself, どなたでしょうか。Yoshika, 暗月の騎士、その総長です。ヨルシカさん。What beckoned thee to such a place? 制約をお願いします。Thou thinks too. Very well. 私は総長。その役目を果たしましょう。白いな、この人。Thou's journeyed far. Hear my voice.If thou shalt swear by the covenant, こうやってちゃんと制約のさ言葉を言ってくれるの初めてじゃない。みんな制約しましたぐらいの終わりだったのに。Then I place thee under the aegis. ちゃんと契約してるって感じするよね。The dark moon. Thou'rt now a blade of the dark moon. これより私は暗月の剣だ。The only knight of our company. 正式な騎士になったのだ。Swear this oath and face thy sworn duty. 騎士の務めを果たしてください。やったぜ。ひざまずく。何あげればいいの？ Oh. よくぞ戻りました。Blade of the dark moon. If I can provide thee succor. あんなりとおっしゃって。話す。Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire.ギンさんはワンのラスボスだね。これ見るとワンはちゃんと継いだのか。Such is the will of father and the gods. But long ago, our company only its covenant was preserved. あなたがここに現れた。つまりそういうことなのですね。May I pose thee this tower, this prison? これ順のと孤立して高くずっと動かぬままであったはず。どうやってここに来たんですか。もしかしてあなたは空を飛べるのですか。空も飛べる空を飛べる飛べないって飛べるって言ったらじゃあ飛んでみろよみたいな。飛べる、僕は飛べるんだ。おお、やはりそうなのですね。かわいいなこの子。あなたはあるいはカラスなのでしょうか。不思議な方ですねって。ある意味不思議ちゃんだよ。Long agoNaps but only Ed. Long ago, Naps but only Ed. 2個持ってる。手引っ掛ける。10個だもんな、10個。制約で倒すのがいいのか、ドロップを回すのがいいのか。Off so soon. May the dark moon. ウジュチェンよ。近い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 。白い白い。やっぱ白い。超白い。怖っ。よし、とりあえずオーケー。転送神蔵エルドリッチ。